ては立ち上がっての繰り返しを弱々しくて頼りないと言われても、僕のドラマのヒロインは君です。その笑顔を見たくてまた前を向ける。後悔してばかり「くれた当たり前の優しさが」「また明日僕を近づける」「君の笑顔が僕の捨ててる」「それ以外何もいらなくて」「憧れとは遠くかけ離れてるけど」僕の背中を押してくれた。キラキラした君の目を見て僕は君を幸せにすると、答えのない人生の旅に寄り添ってくれた。ありがとうございました。面白かった。うん。ちょっと喉楽しかった。明日多分喉いってるわ。いってるな。二人とも。これ俺代謝めっちゃいいから今日。朝日スーパードライにやられた。ということでまた聞きに来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。